ヨハネによる福音書、十三章。弟子の足を洗う。杉越祭の前に、イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいるご自分の者たちを愛して、最後まで愛し抜かれた。夕食の時であった。すでに悪魔は、 シモンの子イスカリオテのユダの心にイエスを裏切ろうとする思いを入れていた。イエスは父がすべてをご自分の手に委ねられたこと、またご自分が神の元から来て神の元に帰ろうとしていることを悟り、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰に巻かれた。それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、 腰に巻いた手ぬぐいで拭き始められた。シモン・ペトロのところに来られると、ペトロは、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですかと言った。イエスは答えて、私のしていることは今あなたにはわからないが、後でわかるようになる。と言われた。ペトロが、私の足など、 決して洗わないでください。と言うと、イエスは、もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもなくなる。とお答えになった。シモン・ペトロは言った。主よ、足だけでなく、手も頭も。イエスは言われた。すでに体を洗った者は全身清いのだから、足だけ洗えばよい。 あなた方は清いのだが皆が清いわけではないイエスはご自分を裏切ろうとしている者が誰であるかを知っておられたそれで皆が清いわけではないと言われたのであるこうしてイエスは弟子たちの足を洗うと上着を着て再び席について言われた私があなた方にしたことがわかるか あなた方は私を先生とか主とか呼ぶ。そういうのは正しい。私はそうである。それで主であり死である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合うべきである。私があなた方にした通りに、あなた方もするようにと模範を示したのだ。よくよく言っておく。 しもべは主人に勝るものではなく、使わされたものは使わしたものに勝るものではない。このことがわかり、その通りに実行するなら幸いである。私はあなた方皆についてこう言っているのではない。私は自分が選んだものを知っている。しかし、私のパンを食べているものが私を足毛にしたという、 聖書の言葉は実現しなければならない。ことの起こる前に今言っておく。ことが起こった時、私はあるということをあなた方が信じるためである。よくよく言っておく。私の使わすものを受け入れる人は私を受け入れ、私を受け入れる人は私をお使わしになった方を受け入れるのである。 裏切りの予告イエスはこう話を得ると心を騒がせ証しして言われた「よくよく言っておくあなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている」「弟子たちは誰のことを言われたのか察しかねて顔を見合わせた」「イエスのすぐ隣には弟子の一人で イエスの愛しておられる者が席についていた。シモン・ペトロはこの弟子に誰について言っておられるのかと尋ねるよう合図した。その弟子がイエスの胸元に寄りかかったまま「主よ誰のことですか?」と言うとイエスは「私がパン切れを浸して与えるのがその人だ」とお答えになった。 それからパン切れを浸して取り、シモンの子イスカリオテのユダにお与えになった。ユダがパン切れを受けるや否や、サタンが彼の中に入った。イエスは、しようとしていることを今すぐするがよい、と言われた。座についていた者は誰も、なぜユダにこう言われたのかわからなかった。 ある者はユダが金入れを預かっていたので祭りに必要なものを買いなさいとか貧しい人に何か施すようにとイエスが言われたのだと思っていたユダはパン切れを受け取るとすぐ出て行った夜であった新しい戒めさてユダが出ていくと イエスは言われた。今や人の子は栄光を受け神は人の子によって栄光を受けになった神が人の子によって栄光を受けになったのであれば神もご自身によって人の子に栄光をお与えになるしかもすぐにお与えになる子たちよ今しばらく私はあなた方と一緒にいる あなた方は私を探すだろう。私が行くところにあなた方は来ることができないとユダヤ人たちに言ったように、今あなた方にも同じことを言っておく。あなた方に新しい今しめを与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。 互いに愛し合うならば、それによって、あなた方が私の弟子であることを皆が知るであろう。ペトロの離反を予告する。シモンペトロがイエスに言った。主よ、どこへ行かれるのですかイエスはお答えになった。 私の行くところに、あなたは今ついてくることはできないが、後でついてくることになる。ペトロは言った。主よ、なぜ今すぐついていけないのですかあなたのためなら命を捨てます。イエスはお答えになった。私のために命を捨てるというのか。よくよく言っておく。 鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言うだろう。